トロールズは2016年に公開されたアメリカ合衆国の 3D コンピューターアニメーションである。トロールたちはハッピーホレストに住む歌って踊ってハグをし合って常に幸せを感じているカラフルな生き物。ある日トロールを食べることでしか幸せを感じることができない惨めな生き物ベルゲンに見つかってしまう。巨体のベルゲンたちは常に不幸を感じており、 トロールを食べることが幸せをもたらすと信じている。そのため、ベルゲンたちはトロールを遊兵し、毎年トロールフェスの日にトロールを食べているのだ。ある日、ベルゲンの王子であるグリッスル・ジュニアが初めてトロールを食べる日、トロールのオーペピーは皆を引き連れて脱出することに成功した。王室専族の料理人でトロールの管理を行っていたシェフはトロールを逃がしたとして、 ベルゲンタウンから追放されてしまった。それから20年が経ち、日々幸せに暮らすトロールたちは、ペピーの一人娘ポピーの企画で、盛大なパーティーを開くことを計画していた。皆が準備に励む中、色彩をなくして灰色になったブランチだけは、パーティーがベルゲンを引きつけることを警戒し反対した。パーティー当日、ブランチの警戒が的中し、シェフが乱入。 ポピーの親友を誘拐して行ってしまった。責任を感じたポピーは、ベルゲンたちから仲間を救出しようと村を出る。一度は断ったものの、ポピーを一人で行かせることに危険を感じ、ブランチもしぶしぶながら同行することに。ベルゲンの城ではトロールを食べられるとあって、晩餐会が開かれることになった。ポピーと、ブランチが着いた時には、ちょうどトロールの一人クリークが、 シェフに連れ去られるところだった。クリークの無事を祈りつつ、他の仲間を助けに行く。捕まったトロールたちは、城に住む召使い、ブリジットの部屋にいた。ブリジットがグリッスするジュニアに恋していることを知ったポピーは、自分たちを逃がして、クリークの救出に協力してくれたら、王吐の中を取り持ってあげると約束する。その場にいるトロール全員で、 自己不信に陥っているブリジットをやる気にさせようとするがブランチが歌うのを固くなに拒むことでポピーと激しい言い争いになってしまう。ブランチには自分が歌ったことでベルゲンに見つかり祖母が身代わりで連れ去られた過去があった。それ以降歌うことをやめ罪悪感から青色から灰色の体になったのだ。結局ブランチも協力することになり、 ブリジットをきれいに変身させることに成功する。変身したブリジットは王の目を引き、デートの際に晩餐会に誘う。約束通り、ブリジットはクリーク救出を手助けしようとする。しかし、クリークは自分可愛さに仲間を裏切り、ポピーたちだけではなく、村にいたトロール全員が捕まってしまう。希望なくシールを失うトロールたち。ブランチはポピーを元気づけようと歌い。 それに勇気づけられ、ブランチ自身も含め皆の色が戻った。晩餐会では、王である、グリッスル・ジュニアにブリジットとのデートで幸せだったことを思い出させ、トロールを食べなくても幸せを感じられると説得する。ベルゲンとトロールは仲良くなり、ポピーはトロールの女王になった。マイク・ミッチェル監督とウォルト・ドールン共同監督が、2016年、 コミコンインターナショナルで本作の映像を披露した。ドリームワークスは2010年にトロールドールをベースにした映画の計画を発表した。このバージョンはアダム・ウィルソンとメラニー・ウィルソン・ラブラジオが脚本を務めることになっていた。2012年にはクロイ・グレース・モレッツとジェイソン・シュワルツマンが主演にオファーされたと報じられた。2012年9月20世紀フォックスと ドリームワークスアニメーションは、ウォレス・オロダースキーとマヤ・ホーブスが脚本を、アナンド・タッカーが監督を務める、トロールズの映画が2015年6月5日に、公開することを発表した。2013年4月までに、ドリームワークスアニメーションは、トーマス・ダムからトロールドールの知的財産を、取得していた。2013年5月、公開日が2016年11月4日に、 変更された。同月、ドリームワークスアニメーションは、マイク・ミッチェルとエリカ・リビノヤが、監督と原案として採用したことを発表した。2014年6月16日、ポピーの声優にアナ・ケンドリックがキャストに加わった。2015年9月15日、ジャスティン・ティン・バーレイクが、ブランチの声優担当するとデッドラインドット・コムが、報じた。2016年1月6日、 フルキャストがツイッターで発表された。ジャスティン・ティンバー・レイクが音楽のエグゼクティブプロデューサーを務め、2016年5月6日にはオリジナル曲、Can't Stop the Feeling をリリースした。アメリカやカナダなど17カ国の公式チャートで1位を獲得した。ティンバー・レイクに加え、他のキャストも映画のサウンドトラックに参加しており、Earth Wind and Fire や、 アリアナグランでもゲスト参加している。このサウンドトラックはアメリカレコード協会とオーストラリアレコード産業協会からプラチナ認定を受けている。イギリスでは2016年10月8日にロンドン映画祭で上映され、ブラジルでは2016年10月27日、アメリカ合衆国では2016年11月4日に公開された。2017年1月24日に デジタル HD で2月7日にブルーレイと DVD で発売され2週連続でホームビデオ売上チャートのトップを獲得した日本では劇場未公開だったが2017年8月2日にブルーレイと DVD が発売された日本では全世界に先行してボスベイビー以降のドリームワークスアニメーション作品をユニバーサル映画として東宝東和が配給するため 日本の20世紀フォックスが関わるドリームワークス作品は本作が最後となった。本作は1億2500万ドルの予算に対し、アメリカとカナダで1億5370万ドル、その他の国で1億9320万ドル、全世界で3億4680万ドルの工業収入を記録した。デッドライン .com はべての費用と収入を計算すると、 この映画は1900万ドルの純利益を上げたと計算している。アメリカとカナダではドクター・ストレンジや白装リッチの公開と並行して本作が公開され、初週末の興行収入は4060巻で3500万から4000万ドルと予想されている。初日、同作は1230万ドルの総収入を記録した。興行収入では ドクターストレンジに次ぐ2位となり4650万ドルまで上昇した。レビュー集計サイトロッテントマトズでは162のレビューに基づいて76%の支持率を保持しており平均評価は6.3010となった。メタクレティックでは32人の非評価を基準に100点満点中55点のスコアをつけており今後、または 平均的なレビューを示している。シネマスコアの調査によると、観客は A から F までの平均的な評点 A を与え、ポストトラックの報告によると、映画ファンはこの映画に80%の総合的なポジティブなスコアを与えた。トロールズ、シング、ダンスハグは2018年より放送が開始されたアメリカ合衆国のウェブアニメテレビシリーズ。 1>, 1月19日より、ネットフリックスで、アメリカ、カナダ、中南米、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、北欧、ベネルクス、フランスで、独占配信が開始された。日本では2018年10月から2019年10月まで、テレビ、東京系列で放送された。トロールズ、みんなのハッピーホリデー、は、 NBC で2017年11月24日に放送された30分のクリスマススペシャル。ジョエル・クローフォードが監督を務めた。トロールズ・ミュージック・パワーは2020年に公開されたアメリカ合衆国の 3D コンピューター・アニメーション・ジュークボックス・ミュージカル・コメディ映画。ウォルト・ドーンが監督を務め、ジョナサン・エーベルとグレンバーガー、マヤ・フォーブス、ウォレス・オロダースキー、 エリザベス・ティペットが脚本を担当した。本作とは異なり、本作は、東方等は、ギャガ製作の日本語吹き替えの都合により、声優が一新された。2020年1月17日、ドリームワークスアニメーションは、トロールズの新たなテレビシリーズ、トロールズ、トロールズとピアオフールとピーコックの両方で、独占配信することを発表した。当初、 2020年後半に公開される予定だった。新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響でピーコックの当初のリリーススケジュールに影響が出たため本シリーズを含めて予定されていたオリジナルの多くが延期となった。フールは延期の発表をしておらず予定通りシリーズをリリースするとしていた。後にシリーズの配信日は11月19日に決定した。 ありがとうございます。